こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。台北 MRT、ブージャー駅近くのバス停に来ております。今日はどこに行くんですか？666番のバスに乗って、シーリンという場所に向かいます。バスが来たので行きましょう。到着しました。乗車時間は30分ぐらいでしたね。この後は何をするんですか？あまりがっちりした計画はなくてですね、バスを降りた時に川がめっちゃ綺麗だと思ったので、まずは川沿いを南の方に向かって歩いて行こうかなと。わかりました。下に降りられるようになっているのはポイントが高いです。水の音とか水の中の様子とか、近くに来た方が分かりやすいですし。確かに。それにしても水が綺麗ですね。ですね。魚がたくさんいるのがその証拠ですかね。階段の方にしか進めなくなっており、ちょうどいいのでここで引き返すことにしました。最初のバス停付近まで戻ってきました。次はラオジエの方に行ってみます。お昼になりつつあるので、昼食を食べられそうな場所もついでに探します。わかりました。このラオジエ、なんか薄暗いですね。地下道というかトンネルというか、太陽光が遮断される構造になっているからですかね。言われてみれば。カメラを向けていたら寄ってきました。あら、かわいい。もふらせてもらいました。ラオジエを往復しまして、なんとなくこの店の料理が美味しそうかなと思って入りました。
店名に豆腐とつけているぐらいなので、豆腐が名物的なものかと思いまして、豆腐巻きなるものを頼んでみました。おからみたいに見えるのが豆腐ですかね。その認識です。食べた感想を正直に言うと、食感がパサパサで、豆の風味みたいなものもほとんど消えてしまっていて、微妙でしたね。あら、もしかしたらおからなのかも。ごちそうさまでした。この後も引き続きシーディンを見て回りますが、続きは次回。ご視聴ありがとうございました。